いつも、明快なアドバイスをありがとうございます。食事に関する質問です。子どもの頭に悪影響があるかなと思い、添加物の少ない手料理を心がけていますが、時間がかかります。スーパーのお惣菜や冷凍食品をたくさん使った方が、勉強につきそう時間を確保できると思いますが、佐藤ママは日々の食事をどうされていましたか？また塾に持たせるお弁当のおかずはどうされていましたか？ああ、そうなの。私、だから、まあ、長男が生まれるちょっと前ぐらいから、ずっと、その、無農薬とか、まあ、低農薬とかね。まあ、そこは結構そこらにこだわってて、まあ、農薬関係って、まあ、ポストハーベストっていうか、例えば農薬をかけて、その野菜とかいろんな、ものにね、入って、残って、なんか、お店に出て、それを食べて、で、自分の、なんか、人間の体の中通る量は、やっぱ、すごく多いんだっていうのを聞いててね、すごい、なんか、結構気にしてたんですよ。で、まあ、それもね、ボケっとしてたら、例えば、いろんなものを、お菓子なんかもね、食べてたら、なんかね、人って年間当時、もう30年ぐらい前だし、ような本ですけど、なんかね、年間ね、なんか、3キロも4キロも、その、化学物質がね、体の中を通るって聞いてたんで、まあ、多分、多く排出されるんでしょうけど、まあ、途中でやっぱり、こう、体のね、あれに影響するんじゃないかな、とか思ってね、まあ、それ避けた方がいいなと思って、もう、無農薬とそういうこだわってたんですね。で、それが、まあ、長男生まれる前から、こう、ちょうどこだわって、ずっとこだわってて、まあ、ずっとこだわり続けて、で、結局、その、冷凍食品とか、市販のね、売ってるのとかを、結局もう買わないまんまも、まあ、いわばね、買いに行く日もなかったんですね。だからその無農薬の会社の、ラジシボヤっていうところにね、頼んで、まあ、毎週こう、お願いしてて、毎週届けてくれるので、まあ、お肉とかも冷凍で来るんですけどね、まあ、頼んだんで、もうそれ中からやるみたいなことをしてたんでね、まあ、まあ、こだわりっちゃこだわりな、そんなことなんですけどね。だからあんま、だから、だけどね、もうお母さん方の冷凍食品もすごい美味しくて、近所のね、例えば、家庭の料理みたいな感じで、こう、出来合いのものとかやっぱり売ってますからね、まあ、もう6年生ね、もうね、1年間ね、死ぬほど化学物質食べてもね、大したことないと思うんですよ。お母さんがすごい、いろんな時代忙しかったらね、もう冷凍食品とか、そこの出来合いのものとかもいっぱい買ってきて、で、どんどん食べさせてね。そして、時々はもうお母さんが作ってあげたりとかね、まあ、したりとかして、そして、時間を作ってね、こう寄り添った方が私はいいと思いますよ。まあ、その全然気にしなくていいと思います。もうちょっと受験が終わってね、お母さんもちょっと余裕ができたら、自分のものを作ったらいいと思いますよ。だから全然大丈夫です。子供が嫌がらなかったら。結構ね、出来合いのものを冷凍食品も美味しいですからね。まあ、OK だと思いますよ。気にしなくていいと思います。まあ、私はもう4人いたんでね、もう4人冷凍食品とか買ってきたりとかすると、なんかもう結局なんかめんどくさくてね、なんかめんどくさいなと思って、まあ、家にあるもので作ったりとかしてたんですけどね。はい。塾に持たせるお弁当の数はね、まあね、多くの場合はね、フランクフルトとね、唐揚げとかが多かったですね。で、子供たちって、なんか、当時はもうとにかく茶色のお弁当でいいからみたいな感じで、もう好きなもの入れてくれみたいな感じだったんですよ。だからいろんなね、レタスとかね、こうミニトマトとかね、ちょっとブドウとか、いろいろ入れたりしてたけど、もうそんなね、塾ね、食べる暇ないんだよとかって言われて。そうなんだ。ということで、おにぎりと、ちょっと唐揚げを入れるとか、おにぎりと、ちょっと卵焼きとフランクフルトを入れるとか、もうそのレベルでした。で、それで、おにぎりをね、ツナマヨにしたり、からし明太にしたり、海苔、梅とか嫌いだったんです、当時。今は好きなのにね。でね、あとはなんか、炊き込みご飯とかも嫌いなんですよ。白いのがいいとか言って。で、そういうレベル、そんな、あ、だからとね、キムチとかをね、切って、絞って、ちょっと入れたりとか、まあ、ツナマヨが好きだったかな。というようなことをね、して、すごいワンパターンな塾の料理でしたね。野菜とかね、食べたりする暇ないらしいんです。なんか、ドレッシングとかかけたりする暇ないとか言って。それと、子供が好きだから、秋なんかはね、種なしぶどうがあるでしょ。種なしぶどうがすごい好きだったんですよ。種なしぶどうをこのくらいですけど、入れてあげたら、あんなね、ちまちましたね、ものを食べてる暇ないんだよ、塾では、とか言われて、そうですか、みたいなことで、もうパクパクパクって食べるようにしましたから。まあ、あんまり彩りとか考えなくて、子供がなんか、まったりして、なんか、さっさと食べられて手間のかからないものっていう感じにしてました。それでいいんじゃないですか。はい。